おはようございます。たかしです。本日は10月29日火�曜日、ただいま8時23分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日も陽線にはなってきておりますね。直近の高値も超えてきた感じ。そしてこの白丸のこの高値安値がありますが、この緑の水平線の中で動いているという話をしましたが、ちょうどその上限付近まで到達しましたね。となると現在ここでのこういうレンジを想定しておりますので、現在地付近から下落するのかどうかというところです。上抜けてもこの白い水平線がありますので、200.5付近というのは意識されてくると思いますので、上抜け騙しでの下落には注意が必要ですね。基本的には今上昇トレンドだという話はしております。ずっとこういう感じで上昇を続けてきているんですが、やはりこの今全然押しをつけておりませんので、ここから一度深めの押しをつけてからの再上昇というところを見ておきたいので、今はその押しを待っているタイミングですね。ちょうどこの高値まで到達してきましたので、ここから下落してもおかしくない、そんなポイントには来ております。ストキャスティクスも高値圏ですので、いつ下落するかわからないというところにはあるんですが、ここのところの動き見てもずっとこうやった感じでじりじりと上昇してきておりますので、基本は買い足の上昇トレンドに乗っていく。そうすればもしかするとここ現在の高値を上抜けてくるかもしれませんが、今のところは現在地付近が一旦の天井になる可能性も考えつつ、そして上抜ける可能性も両方考えておくのがいいと思います。基本は上昇トレンドなので、どこかでは上抜けてくると思います。では4時間足です。昨日は上昇から始まって、そこから一度深めの押しをつけて再び上昇はしてきております。ただ1時間足はここで今ダブルトップみたいな形にもなってきておりますので、ここから本日下落するのかもしれません。その場合は GMMA の青帯ぐらいまで、今ですとこの辺ですよね、197円ぐらいまで下落する可能性がありますので、そのくらいの大きな下落には注意が必要です。ただ基本的には GMMA の青帯見ていただいてもわかりますが、ずっと上向きなんですよね。上昇トレンド中、 GMMA の青帯に接触して上昇ということを過去何度も繰り返しておりますので、今回下落してきても GMMA の青帯に接触してくれば、そこからの反発上昇っていうところは考えておきたいです。なので先ほど言った197円付近まで下落してくる可能性はありますが、そこが今度 GMMA に接触するポイントですので、そこからの再上昇という考え方を持っておくといいですね。ストキャスティクス、こちらも高値圏です。つまり日足も4時間足も高値圏なので、いつ大きく下落してもおかしくないというところにはあります。では1時間足です。昨日は強く上昇して、強く下落して、そこから再び強く上昇してきました。今そこでこう上げ止まっている感じですよね。ここを上に抜けるのか、それとも下に抜けるのかっていうところを見ておくといいと思います。今はどちらに動くかは分かりにくいところなんですが、 GMMA の青帯でサポートされて上昇してきておりますので、本日下落しても GMMA の青帯では一旦反発してくるだろうと考えます。ただもしこのまま下落してきた場合は、昨日の高値からこれ高値を切り下げてくることになりますので、そうするとここからですね、一旦上昇したとしても、この下がってきて一旦上昇しても結局高値を更新できずに下落するっていう、こういう考え方もできますので、その動きにはご注意ください。基本的には上昇トレンド中ですけれども、1時間足ちょっと上値が重くなってきているということと、あと先ほど日足でのこの緑のラインもありますので、この辺が意識されてくると思いますし、上がったところでは先ほど言ったダブルトップも考えておく必要があります。なので今かなり高値圏にありますので、もちろん上昇していく可能性はあるんですが、一旦の天井は疑っておきたいところですね。緑の水平線上抜けると、そこからさらに上昇していくと考えますが、まずは昨日の高値を抜けられるかどうかというところに注目です。抜けられないと現在地付近からの下落で、先ほど言ったイメージですね、高値を切り下げてくるので、ここから大きく下落していく可能性があります。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも昨日のローソク足、一旦は陽線みたいにはなっているんですが、上髭下髭の出たローソク足の実態がないんですね。ということはこのあたりで今天井が意識されるポイントですので、ここからこうダラダラと下落していく可能性もあります。現在は強く上昇してきてますが、 GMMA の青帯にまだ接触してませんので、一旦は GMMA の青帯に押しをつけるみたいな、こういう動き方を待ちたいところですね。なので今まだ上昇する可能性はあるんですが、ただ GMMA との乖離がありますし、ストキャスティクスも高値圏にありますので、ここからどんどん上昇するというイメージよりは、一度深めの押しをつけるかもというところは考えておかないといけません。では4時間足
しいです。それが今ちょっと難しいんですよね。4時間足は上昇トレンドを描いておりますが、やはり日足を見ると GMMA 度の乖離を一度埋めに行く可能性がありますので、そうすると深めの押しをつけてくるかもっていうところは考えておきたい。ただ基本的には今4時間足見てもわかるように GMMA の青帯ずっと上向きで、 GMMA の青帯に接触しての上昇ですよね。この辺とかこの辺とかもずっと GMMA の青帯に接触すると上昇しておりますので、昨日もそこからのまだ上昇が継続しているという考え方です。ただ今やはりこの白い水平線 154.7 付近、だいたい155円付近ですよね。そのあたりは次意識されてきますので、155円付近まで上昇しきればそこからの下落みたいな、こういう動き方はイメージしておくといいと思います。そしてやはりこちらもストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからこう下落方向に動いてくる可能性は十分あります。今までは GMMA でサポートされて上昇してきてますけれども、日足の水平線も近いですので、やはりちょっと高値を意識しておきたいところですね。だからここからどんどん上昇するという考え方ではなくて、下がってくれば押し目買いという、この下がってきたところ、 GMMA に接触したところとかからの押し目買い、短く考えていくっていう感じ、そして天井はそろそろ近いというふうに見ておくのがいいと思います。では1時間足です。昨日はかなり激しく動いてますよね。強く上昇から始まって、そこからまた大きく下落して、またさらに上昇というかなりの乱高下をしております。結果的にはここの窓を埋めに来た形ですよね。綺麗に窓を埋めてからの上昇になっておりますので、この辺チャートを見ていればエントリーしやすかったんじゃないかなと思います。そして現在は1時間足も GMMA の青帯の上、昨日もそうですが GMMA の青帯でサポートされて上昇してきておりますので、ここからは一旦の上昇方向を見ておきたいです。ただやはり1時間足もストキャスティクス高値圏ですね。日足も4時間も1時間足も高値圏にありますので、どこかで大きめの下落はしてくると考えますので、まずは1時間足の GMMA でサポートされるのであればそこからの上昇なんですが、1時間足の GMMA を下抜けてくると、そこからはこう1時間足の GMMA が今度レジスタンスになって下落していくみたいな、 GMMA の青帯がこんな感じで動いてきて、そこにこう下がってきてレジスタンスされて下落するという、そういう動き方も想定できますので、まずは1時間足の GMMA でサポートされるかどうか、サポートされなければそこを下抜けてくる可能性、その場合は一時的に大きく下落する可能性があるので、 151.5 ぐらいまでの下落は考えておくといいと思います。ドル円もポンド円もかなりの高値圏にありますので、基本的には上昇トレンド中なんですが、いつ下落するかがわからないので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。